どうもお待たせいたしました。岸田外務大臣の語るを始めさせていただきます。本日は外務省にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は本日の進行役を務めます佐伯と申します。外務省で副報道官をしております。よろしくお願いします。外務大臣と語るというこの催しは平成14年に開始されてから今回で22回目となります。岸田外務大臣としては初めての外務大臣と語るでございます。本日はまず岸田外務大臣による講演を約30分程度行いまして、その後質疑応答といたしたいと思います。質問の致し方についてどういうふうに私の声でさせていただくかというのは大臣の冒頭の講演が終わった後にご説明をいたします。それではお待たせいたしました。岸田大臣よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、外務大臣の、岸田文雄です。今日は祝日にもかかわらず、大勢の皆様方にこの外務省にお越しいただきました。大変嬉しく思っています。外務省に来られるのは初めてという方も大勢おられるのではないかと思いますが、外務省、来られてお気づきになった方もおられるかと思いますが、この東京の周り、この桜がもう咲き始めています。正面右手には、日清戦争の時 この外務大臣でありました陸奥宗光公の銅像が立っています。桜の中、この銅像の姿も映えて、大変このいい季節を感じさせる時期になってきました。私でこの日本の国に、日本の国の外務大臣、数え方いろいろあるそうですが、143人目の外務大臣だそうであります。明治2年に外務省ができて、外務省がスタートしてから143人目ということですが、今日は、大変この春分の日、それぞれご予定のある中にもかかわらず、外務省大勢の皆様方にお越しいただき、外交について考えていただく機会を持っていただきますこと、心からこの感謝をし、そして歓迎を申し上げたいと思います。今日皆様方にお越しをいただきまして、ぜひこのお願いしたいのは、この共に日本の外交について考えていただくということです。共に日本の外交について考えていただき、またご質問やらご意見やら聞かせていただきながら、私も共に皆さんと共にこの日本の外交について考えてみたいと思います。そして今日はそれぞれこの、外務大臣と語るというこの場に応募していただきましたが、中には専門の方もおられるかもしれませんが、一方で普段外交にあまり関わりがない、こういったこの立場になられる方も大勢おられるかと思います。できるだけこの分かりやすい言葉で、平易な言葉で、分かりやすく話をさせていただきたいと思いますので、どうぞご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは先ほどこのご説明させていただきましたように、冒頭、30分程度私の方から話をさせていただき、その後この質疑や意見交換に入りたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず私は昨年12月この外務大臣に、就任をしました。一番最初に驚いたのはですね、外務大臣というのは思ってた以上に忙しいなということを感じました。私も今まで沖縄北方担当大臣のですね、
消費者行政担当大臣とか、あるいは科学技術担当大臣とか、あるいは宇宙開発担当大臣とか、いくつか大臣をやったことがありました。こうした大臣と比べて、私の経験から言ってもですね、外務大臣というのは桁外れに忙しいなというのを感じました。今日はですね、外務大臣のこの仕事一日ということで、一つのこの例を、日程をこれ用意させていただきましたが、この日程見ても分かりますように、この国会の答弁ですとか、あるいは省内の会議、もちろん内閣の一員ですから総理との打ち合わせもあればですね、内外からこのお客さんが来られると、そうした方々のとお話をさせていただく、会談をさせていただく、こういったこともありますし、記者会見に応じなければいけない、こういった仕事もありますし、また海外からのお客様を迎えて、食事をしながら会議をする、こういったこともありますし、またこの各国の外務大臣と電話会談をする、こういったこともあります。こういった意味でこの暮らしながら、私も大臣になって直後のこの思い出として印象に残ったんですね。こういった日程をこなしながら、私の秘書官がふと次の日程、この役所を出発するのは2時50分ですから、それまで大臣ゆっくり休んでてくださいというふうに声をかけてきたんで、やれやれと思って自分の時計を見るとですね、2時48分になりました。2分間休んでくださいと、まあ、いうような、まあ、こうやり取りが大変印象的だったのを覚えています。1月2月とこのアメリカを訪問させていただきましたが、1月このアメリカ訪問した時は、0泊3日で行って帰ってきましたが、行き太平洋を越えてアメリカに行き、アメリカ現地時間の朝到着して、その日の夕方にはまた向こうを立って日本に帰ってこなければいけない、まあ、こうしたことだったんですが、この、飛行機の時間の関係もあったので、この太平洋 をまた戻ってくる便が、なかなか予約が入らない、それではというので、この 大西洋を越えて帰りは帰ってくる、ヨーロッパ経由で帰ってくるということで、結局45時間で世界一周して帰ってきた、こういった日程もありました。またこの海外の外務大臣と各国の外務大臣とこの会談するにしても、それぞれ時差があります。また外務大臣は世界中に飛び回っています。急遽北朝鮮の核実験が行われた、外務大臣と会談をしなければいけない、相手を捕まえなければならないということになりますと、24時間、昼も夜も全くないわけです。また、海外に行くにしても、日本から、例えばオーストラリアに行きますと、いきなり真冬から真夏へ飛び込む、こんなこともあります。本当に、時間慌ただしい中でありますし、まあ、大変な体力を使う仕事だな、まあ、こんなことを痛感した次第です。それではですね、外務大臣というのはどうしてこんなに忙しいのかなということについて考えています。もちろん時差の関係や、日程の関係、こういったことももちろんあるわけですが、簡単に言うならば、今世界はですね、この技術革新ですとか情報通信技術が飛躍的に進歩する、まあ、こういったことに支えられて、人とか物とか金、お金、あるいは情報、こういったものが今までにないこの規模とスピードでこの国境を越えて移動していく、いわゆるこのグローバル化の動きということですが、こうしたこのグローバル化の動きにが進むに従って、この地球規模で物事を考える課題がどんどん増えている。要は一つの国でだけではなくして、世界中の国々、世界中の人々が
共に考えなければならない課題がどんどん増えていく。そして、合わせてですね、グローバル化が進むことによって、このさまざまな危険とか脅威も国境を越えて広がっている、まあ、こういったこの状況であるからこそ、外務大臣という仕事大変忙しくなっているのではないか、まあ、こんなことを感じています。私も外務大臣になって、2ヶ月経った頃、北朝鮮において核事件が強行されました。またこの中国攻勢によるこの度重なる領海侵入、あるいは中国の政府のこの航空機による領空侵犯ですとか、中国海軍艦艇による火器管制レーダーの照射、こうした事態が発生しました。またアルジェリアにおいては、この日本人や日本企業を巻き込むこのテロ事件も発生しました。こうしたこの私が就任して今3ヶ月程度ですが、この日本を取り巻くこの危機の深刻さ、改めて実感をしています。こうした日本を取り巻くこの脅威や危機、この平和と安定を脅かす脅威や危機を、危機から日本を守って平和や繁栄を守っていく、確保する、まあ、こうした外交を進めていかなければならない、まあ、これがこの今日本の外交が置かれているこの状況なのではないかと思います。そしてそうした状況において、まあ、どのような外交を日本は進めていくべきなのか、私はこの日本の外交政策といって3つの柱を立てて仕事をしています。ご紹介したいと思います。後ろに掲げさせていただいていますが、一つは日米同盟の強化であり、そして二つ目として、近隣諸国との協力、そして三つ目としてこの経済外交の強化、この三つをこの柱として掲げさせていただいています。まず一つ目の柱ですが、この日米同盟の強化という柱です。日本とアメリカ、まずですね、自由とか民主主義ですとか、基本的人権、あるいは法によって、国を、この統治していく、こういったこの普遍的な価値観を共有する国同士です。この2つの国がの関係が安定しているというのは、この日本とアメリカにとって大切なだけではなくして、この日本とアメリカがこの世界の平和と繁栄に関わる重要な課題に協力していく、このためにもこの日米同盟というものが重要だと考えています。基本的な価値観を共有し、そしてこの経済あるいは安全保障においても大きな力を持つこのアメリカとの関係を強化することが、日本の外交上の立場を強めていく、こうしたことにもつながります。この近隣諸国との関係を進めていくにあたっても、あるいはこの東アジア、アジア太平洋地域、この多くの国々との外交を進めていく上においても、この日米同盟というものは大変重要だというふうに思いますし、また日本とアメリカの関係がしっかりしているということは、日本が国際社会において、この主張を訴えていく上でも重要だと考えます。まあ、そういった意味から、この日本が外交を進めていく上で、この基本となる柱がアメリカとの関係であるというように考えています。2月にはこの安倍政権になって初めて この日米首脳会談が開催をされました。安倍総理とオバマ大統領との間で、この安全保障、アジア太平洋地域を中心とした地域情勢、経済、さまざまな課題について話し合い、両国の強い絆を再確認をしました。
この世界の平和と繁栄のためにも日本とアメリカが幅広くこの協力していくことを確認しました。また同じくこの同時に日米外相会談、この新任のアメリカのケリー国務長官と私の間で、開催をさせていただきまして、この日本とアメリカの安全保障、あるいは宇宙とかサイバー、こういった分野での協力、青少年交流、さまざまなこの課題について、意見交換を行いました。アジア太平洋地域、あるいは中東、地域の情勢、世界のさまざまな情勢についても意見交換を行いました。こうしたこの日米間の関係をしっかり確認できたことは大変意義があることであったというふうに思っています。また、昨今、この沖縄、我が国の沖縄県をめぐってですね、さまざまなこの議論が国内においても行われています。この沖縄をこのめぐる問題も、この日米関係に密接に関連していると思っています。沖縄県、私もかつて沖縄担当大臣をやったことがあります。多くの沖縄の友人がいます。沖縄県というのは大変素晴らしい自然、あるいは文化に恵まれた大変魅力あふれるこの地域だと、県だと思っています。この沖縄県、例えばですね、この沖縄の置かれているこの位置はですね、まさにこの地球儀をこう大きく見てみますと、アジアの中心という位置に位置をしています。アジアの この主だった都市からはですね、ほとんど、等しい距離にある、2000キロ以内の範囲内にですね、沖縄県がこう中心に絵を描いてみますと、そのアジアの主だった都市はほとんど、この2000キロ以内の円に入ってしまう、こういったことが言われます。このことは物流とか観光のことを考えますと、沖縄が大変重要だということにつながっていきます。そしてこの沖縄 の位置というのは、こうした物流や観光においてもこの大事だけではなくして、安全保障ということを考えても大変重要な位置になります。この朝鮮半島をはじめ、もし万一の事態がなれば、この我が国の平和と安定に大きな影響を及ぼすような可能性のあるこの東アジアのこのいずれの場所にからも沖縄は近い場所にあります。日本やこのアジアの各地で万一事態が発生した場合に迅速に部隊を展開することができるような場所にある、これも事実であります。こういったことから沖縄県は日本の国土面積の 0.6% しかありませんが、この在日米軍専用施設区域のこの日本におけるこの米軍専用施設区域の 74% が集中している。沖縄県に大変な負担をおかけしている、こういった状況にあります。ですから、こうしたこの安全保障、あるいはこの米軍のこの再編の問題、こういったことを考える際に、この沖縄の方々の声によく耳を傾けながら、こうした沖縄の負担軽減に努めなければならない、こうしたことであります。特に普天間基地の問題、随分大きなこの議論になっています。普天間基地、行かれた方はお分かりになると思いますが、この宜野湾市という市街地のど真ん中に基地があります。こうした大変この危険な状況をこれ放置するわけにはいきません。これ普天間基地は一日も早く、この移設をしていかなければいけない、固定化してはならない、こう盛んに言われるのはこうしたゆえであります。こういったあたりについても、ぜひ沖縄の皆さんと声に耳を傾け、関係者の皆さんとも丁寧に協議を しながら進めていかなければいけない、こうしたことを考えます。
まあ、こうした沖縄の問題もこの日本とアメリカの関係、との関わりの深い課題の一つです。またこの先ほど申し上げました外交政策の3つの柱のうち2つ目ですが、この近隣諸国と この関係についてです。日本は戦後68年の長きにわたりまして一貫してこの平和国家でした。日本の平和と繁栄を確保するためには日本が位置しているこのアジア太平洋地域の平和と繁栄が維持されなければなりません。そのためにこの普遍的な価値観や利益考え方を共有する国々と協力を強化していくこと、これは大変重要なことであります。まずその中でこの日本を取り巻くこの脅威という面で申し上げるならばこの北朝鮮の問題があります。北朝鮮昨年ミサイルの発射を行いました。また2月にはこの核実験を強行しました。このことは日本の国我が国として脅威だけではなくして国際社会に対する脅威ということでこれは断固として非難されなければなりません。アメリカをはじめさまざまな国々と協力して国際社会として対応を検討していくということで先日国連の安全保障理事会においてもこの核実験を非難し制裁を強化するこうしたことを決定いたしました。この結果を私も評価をいたします。今後はこうしたこの安全保障理事会のこの決議をですね着実に実行していかなければなりません。そのためにこのアメリカ、韓国をはじめ中国、ロシア、こういった国々としっかり連携をしていかなければならないと思います。そして日朝関係については日本は引き続きこうした核、ミサイル、そして何よりもこの拉致問題こうした諸懸案をですね、包括的に解決していかなければいけないと思っています。特に拉致問題については拉致問題の解決なくして国交の正常化はなしというこの決意で、この望まなければならないと思っていますし、この安倍総理もですね、自分の政権のうちにこの拉致問題を完全に解決するんだという強い決意を示しています。こうした北朝鮮の問題、一方ですね、先ほど私がお話ししました普遍的な価値を共有している、こうした国々の中で最も重要な隣国として韓国を挙げなければなりません。韓国は価値観あるいはさまざまな利益を共有する、このアジアとこの平和と繁栄を共に築いていく、パートナーに当たると考えています。また北朝鮮問題などこの共に協力すべき課題も多く存在しております。しっかりとこの二国間関係協力関係をですねこの進めていかなければいけない、大切な隣国だというふうに思っています。この竹島問題などですね、個別のこの問題は存在いたしますが、韓国においても新しい政権がスタートした、日本においても昨年末安倍政権がスタートした、こうした機を捉えて2つの国の関係について、共に考えていかなければいけない、こうした時期にあると思っています。もちろんこの竹島問題についてはこの日本の主張はですね、しっかりと韓国に伝えていかなければならない、粘り強く対応していかなければいけないと思っています。この竹島の問題についてはですね、今日は地図は用意してもらうか、この我が国はこの他の日本の領土と同様に日本の固有の領土だということ、これを確信をしています。日本は遅くともこの竹島17世紀の半ばにはこの領有権を事実上確立をしていました。1905年、
日本政府は閣議決定によって竹島を領有する意思を改めて確認をしています。またこの第二次大戦後日本の領土を法的に確認したサンフランシスコ平和条約の基礎過程において各国は日本が放棄すべき領土に竹島を含めるよう要請をしたわけですが、しかしこれは日本の管轄下にあるとして拒否をされた、こうしたこの歴史もあります。しかしながらこの第二次世界大戦が終わった後、1952年1月、韓国政府、いわゆる二松眼ラインというこの線をこの日本海の中に引いて、この国際法に反して一方的にこうした線を引くことによって、竹島をこの二松眼ラインの内側に取り組んでしまった、こういった歴史があります。こうした歴史をしっかり我々もこの確認し踏まえた上で、韓国に対して、この言うべきことは言わなければならない、このように思っています。しかしながら、大切な隣国関係一つ問題が困難をきたしたからといって全て、おかしな関係をおかしくしてしまう、こういったことではあってはならない、このように思っています。またもう一つの隣国であります中国との関係、経済世界今や第2のこの経済大国になった中国の関係、これも日本にとって大変重要な二国間関係の一つだと考えています。昨年日本と中国、国交正常化40周年を、迎えました。この間、中国との関係、この後ろに、これ、見えにくいかもしれませんが、グラフを掲げさせていただいてますが、貿易については、この1972年との時点で比べますと、約300倍に規模が膨らんでいます。日本の貿易の約 20% は、中国との貿易が占めている。日本にとって最大の貿易相手国が中国。いうことになっています。また人の往来については1972年、時点40年ほど前は年間1万人から2万人程度だったということですが、今では約500倍にこの人の行き来も増えている、こうした状況になります。こうしたこの緊密な関係にあるこの中国との関係をこの平和的に発展することが日本、中国それぞれの国の国益に直結する、こうした関係だと思っています。ですからこの中国との関係においてもこの個別の問題があっても両国の関係全体に影響を及ぼさないようにコントロールしていかなければいけない、大局的な見地から戦略的互恵関係を進めなければいけないと盛んに言われます。戦略的互恵関係、ちょっと難しい言葉ですが、要するにお互いが共通の利益を受けるような形で協力し合う関係、こうしたことを指しているんですが、2006年、当時の第一次安倍内閣の安倍総理大臣が、この中国を訪問して、当時の胡錦涛国家主席、あるいは温家宝首相と会談して、日本と中国が政治と経済という2つの車輪を力強く作動させ、日中関係をさらに高度な次元に高めていくということで合意をし、そして確認された関係です。こうした関係を進めていかなければいけないことを改めて思います。一方、この尖閣諸島をめぐるこの情勢については、日本の領土、領海、領空は断固として守り抜く、こうした決意で臨まなければならないと存じます。日本は冷静に対処しつつ粘り強く対応していかなければいけない、中国にはしっかり自制を求めていかなければならないと思っています。尖閣諸島、これも歴史を振り返ってみますと、もう歴史的にも一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しています。
尖閣諸島は1885年から日本政府が再三にわたり現地調査を行い、そして単に尖閣諸島 が無人島であるだけではなくして、当時の清国の支配が及んでいないこと、これを10年間で慎重に確認した上で1895年閣議決定を行って正式に日本の領土に編入をしていきます。これは国際法的にも正当な手続きを踏んでいます。第二次大戦後日本の領土を公的に確認したこのサンフランシスコ平和条約において尖閣諸島はこの沖縄の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれました。当時中国はこれに一切異議は唱えておりません。尖閣諸島は1972年発行の沖縄返還協定によって日本に施政権が返還された地域も、含まれています。中国政府が尖閣諸島に関する独自の主張を開始したのは国連機関が東シナ海におけるこの石油埋蔵の可能性を指摘した1970年代になってからということであります。こうしたこの尖閣諸島における我が国の立場、これは決して譲ることはありませんが、しかし日本と中国との関係は先ほど申し上げたように2つの国の国民にとって大変重要であるばかりではなくして、こうしたアジア太平洋地域の平和と繁栄にとっても重要だということです。この日本と中国はこの地域の平和と繁栄にも大きな責任を負っているんだということ、この世界第2と世界第3 の経済大国がですね、地域にも大きな責任を負っているんだということをしっかり、自覚しながら、この問題についてこうしたこの2国間の関係を考えていかなければいけない。と改めて思っています。そして近隣諸国との関係、次はロシアについてですが、ロシアはこの日本とこの同じこのアジア太平洋地域に位置し、地域の平和と繁栄にこれも責任を持つ国同士だと思っています。地域のパートナーとしてふさわしい関係を築くことが日本とロシア双方の国益にもつながると確信をしています。安全保障、エネルギー、経済、さまざまな分野で協力をしておりますし、これからもしていかなければなりません。そしてこのロシアとのこの関係においても、この北方領土問題というこの問題があります。北方領土問題については4島の帰属の問題を解決して平和条約を結べるよう解決に向けて粘り強く取り組んでいかなければなりません。この北方領土についてもですね、ここに地図を掲げさせていただきましたが、この北方領土、この4島につきましてはですね、いまだかって一度もこの外国の領土になったことがない日本固有の領土であると確信をしています。もともと日本はロシア人に先んじて北方領土を発見し調査をしました。そして1855年、明治維新前の話ですが、この日露通行条約、こうした条約を結んで、それまで平和的に確立されたこの択捉島とこのウルップ島の間の両国国境を確認しました。ここにありますように、この左側、択捉島と千島列島と書いてありますが、その間、点線が引いてありますが、あそこで、国境を、確定した、こうした歴史があります。そして1875年に、この樺太千島交換条約という条約を、ロシアと、結び、日本はこの千島列島を譲り受け、そしてこの樺太をロシアにこの譲り渡す、こういったこの条約を結んでいます。さらには1945年、8月14日にポツダム宣言を日本の国は受諾をし、幸福の意を表明したわけですが、
その後、旧ソ連はですね、ソ連軍はこの千島列島を占領し始めて、北方領土については8月28日、この終戦から随分経った8月28日から9月5日の間に占領を行ったという歴史があります。第二次世界大戦、戦争状態を終了させたサンフランシスコ平和条約、これは1951年の署名ですが、この条約においても日本は千島列島を放棄はしていますが、その範囲に北方四島は含まれてはおりません。こうしたこの北方領土についても、しっかりとこの主張を行い、四島の帰属問題を解決して、まだこの結べていない平和条約をぜひロシアと結んでいかなければいけない、このように思っています。今年前半にはですね、安倍総理10年ぶりに日本の総理大臣としてロシアを公式訪問する予定になっています。ぜひこうした関係発展に弾みをつけたいと思っています。そしてこの外交の柱3つ目ですが、この経済外交についてです。経済外交についてはこの貿易立国である日本にとって、経済外交大変重要だと考えています。そして日本経済再生に直結するような経済外交をぜひ進めていきたいと思っています。そしてこの経済的パートナーの国々とこの貿易、投資を進めていくわけですが、その際にしっかりとしたルール作りを行っていかなければいけない、このように考えます。昨今この大きく取り上げられている TPP 環太平洋パートナーシップですが、この TPP はアメリカ、シンガポール、オーストラリア、チリをはじめ、こうしたアジア太平洋地域の国々とこの貿易投資の自由化を目指す、こうした取り組みでもあります。安倍総理は TPP 交渉参加表明をいたしました。ぜひこれからはこの可能な限り早く交渉に参加した上で、強い交渉力を持って主張すべきことはしっかりと主張する、国益を最大限実現するように全力を尽くす、こうした考えであります。また経済外交としては、この日本の経済の存立を基盤であるさまざまな資源を安定的に確保する、こうした会合も重要であるということを言うまでもありません。こうした今我が国の外交の3つの柱、日米同盟と近隣諸国との関係、そして経済外交、この3つについて申し上げさせていただきましたが、それ以外にもこの外交の課題数多く存在いたします。例えば私はこの、出身が広島ですが、核兵器、の惨禍を経験した、広島の出身者として、核軍縮についてもこの思い入れがあります。この核軍縮不拡散、これは一つの使命だと思って、取り組んでいきたいと思っています。こうしたこの核軍縮不拡散の問題、これも大きな外交の課題だと思っています。それ以外にも例えば人間の安全保障、つまり国と国との関係だけではなくして、この人間一人一人に焦点を当てて、この一人一人をこの武力紛争や貧困などからこの守る、こうした国際協力をすべく、こういった考え方、日本の外交にとって重要な考え方だと思っていますが、こういった外交も進めていかなければいけませんし、またアルジェリアの事件を受けたこの国際テロ対策の強化、こうした課題も大変重要な課題だと思っていますし、また最近大きな話題となっているこの2020年、東京にオリンピックやパラリンピックを招致するというこの課題、この2020年のオリンピック、我が国が東日本大震災からのこの復興を示し、そして世界の国々から先差し伸べられたこの協力や支援に感謝と気持ちを表明する上で
大変重要だと、この認識をしています、今年9月にこのアルゼンチンで開催されます IOC 総会によって2020年の開催地が決まることになっていますが、この外務省としてもこうした招致に向けて、しっかりと努力をしていかなければいけない、このように思っています。こうしたさまざまな課題はあるわけですが、最初にお話した通り、グローバル化によって外国との垣根が低くなっています。また人、金、お金、物、情報、こうした行き来が飛躍的に増えています。こうした中、この国民一人一人の情報発信力が高まっています。またこの国民一人一人の情報発信力、そして世論が外交政策を左右する、影響を与える、こういったことも、ますます影響が大きくなっています。こうしたこの時代の中にあって、このまず外交における、パーセプション、つまり他人からどう見えるか、他からどう評価されるか、そして理解されるか、これがまず大変重要になってきている、こういった時代の変化を強く感じます。この国と国との関係もちろん重要ですが、例えば相手の国の国民とか世論に直接働きかける、パブリックディプロマシーという考え方、こうした考え方も外交において重要になってきているのではないか、こんなことを感じます。こうした先ほど申し上げましたさまざまな課題の中にももちろん大事ですが、今申し上げましたこのパーセプションですとかパブリックディプロマシー、国民一人一人の情報発信力や相手の国民に直接働きかける、こうしたこの活動、こういったものの大切さも今の外交を考えるときに重要なのではないか、このように思っています。ということで、この本日多くの皆様方に外務省にお越しいただきましたこと、改めて感謝申し上げます。今後とも多くの皆様の声に耳を傾けると同時に、我が国のこの存在感をしっかり高める意味から、こうしたさまざまな外交政策を進めるのみならず、やはり日本の国がしっかり発信をしていかなければいけない、こういったことの大切さを感じています。文化を含む我が国の魅力、あるいは日本語の普及ですとか、さまざまなこのテーマにおいて、この日本の発信力を評価していかなければならないと思います。そのためにぜひ多くの皆様方に日本の外交にご理解をいただき、また日本の外交にいろいろとこの関心を持っていただき、この外交を後押ししていただければと思うところでございます。改めてこの外務省にお越しいただきましたことに感謝申し上げながら、冒頭私の話を終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。